こんばんは、安賀野です。リーグも早いもんで3日目となりましたね。はい、今日も頑張っていきましょう。ん？今日3日目ってことは今日最終？何時までやろう？ちょっと見てなかった。昨日撮った動画がですね、ちょっといろいろあってまだアップできてないんですよね。これ、この試合が終わったらアップ予定となっております。だから1日遅れなんですよね、ちょうどその、僕の動画の、アップのね、日にちが、すみません。はい、じゃあちょっと今試合に集中していきましょう。あ、僕がカエルじゃないわ、ウサギ持ってるんで、第2取りではちょっと頑張っていこうかな。はい、始まりましたね。あー、第1取りで引っかかった。加勢しましょう。おお、ナイス。これはでかしたね。ここに置いとくとめっちゃいい仕事するんですよ。下にもね、下の鳥でも上下でね奪ってくれるんで。はい、いい仕事してますね。おっと、あれは届かないからカエルで飛ぼうか。よし、ナイスジャンプ。あれ？え？なんで？何でやられたん？もしかしてマーマンとスライムの一斉攻撃にやられた？すげえな。はい、じゃあここはサキバス出していって、カタパルトはね、やっぱりこうやっつけていかないとね。あ、向こうも気がつけば、フラワーいるじゃないですか。あれはね、ああ、いいね。倒してくれたね。はい。いいですね。なんか削ってるな。うわ、出たよ、これ。さあ、どうしたもんかな。これ、苦手なキャラが後ろに3体いますね。全部、アンチなんで、出すに出せないですね、ああ、引っかからへんか。寝といてくれへんかな。このサイクロプス、ほんま倒し方、どうやったらいいんやろ。めっちゃきついわ。寝てくれへんかな。ごっそり減るもんね。これ無理やわ。倒し方わからへん。サイクロプスとヴィーナス、マジ強い。倒し方わからん。もう。マジで手も足も出えへんな、これ。はい、ありがとうございます。強すぎましたね。強すぎるわ、サイクロプスってキャラ。もう、なんか、僕だけかな、こう思うの。使ってる本人としては、どうなんでしょうね。はい、続いて2戦目ですね。さっきはね、もうボロボロにやられたんでね。かなり悔しい思いをしました。サイクロプス、ヴィーナス、脅威ですね。あの鬼キャラは。いや、もちろん他にも強いキャラはいるんですけどね。サイクロプスの攻撃力が、もうね、半端ない。もう、即死んでいくもんね。なんか消し飛ぶもんね。あの目からビームでね。たまらんわ。はい、気を取り直して2戦目行きましょう。砦はさっきとあんま変わらん感じかな。はい。第2砦から第3はちょっと厳しい。どころか第3砦も狙って来られてるね。怖い。あ、これやばいな。おー、危ね。まあ、ここはね。おー、叩かれてる、叩かれてる。な。上は多くで止めれそうですね。いや、今回はなんとか、うわー、あっちのアーチャーが怖い。
どうしよう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 。飛んでほしいな、飛んで向こうの、ああ無理か。まあ砦は削ったんでね。よし、守らせときましょう。出たな、アビナス。あそこに出てきたなら、うん、どうしよう。もうちょっとバルーン待つか。いや、出してもいいかな。出しましょう。よし、カエルがいい仕事してるね。よし、だいぶ、だいぶいいよ。うわ、ブチギレか。まあでもここでもう一匹カエル出したらさすがに止めんのきついんじゃないでしょうかね。ダメ押し。あのキメラをね、こっちに来させたくないんですよ。よし、オッケー、なんとか今回はね、うん、まあ、危なげなく勝利ということできましたね。よかったです。さっきボコボコにやられたんで、なんとか勝てました。次行きましょう。いやー、本当、ちょっとしつこいかもしれんけど、サイクロプスをどうやって倒すのかがちょっといまいちわからへん。正面から向かって勝てるような相手じゃないですよね。まあスケルトンの重ね出しとか、ハチのバックアタックとか、なんかそれぐらいしかなんかもう思いつかないんですよね。はい、まあもういいでしょう。このデッキはまたきついキャラが来ましたね。なんか最近デッキ運がねひどく悪いな。なんかサブリーダーとリーダー決めてるせいもあるんですかね。なんかレベル低いのがなんか選出されること多いんですよ。おっと、相手なんかあの猫いいね、かわいい。これどうしよう。おお、頑張れ頑張れ、ちょっと守ろう守ろう守ろう。おー、あそこのドラゴンはほんと助かるわ。一気に燃やしてくれるから。さてこの巨人はここはカエル飛んでほしいな。おっしゃ、いい仕事した。もう一発なんか出てきてるし、チャンス。うわ、ビーム2連発とかもうマジでやめろ、ほんま。どんだけ威力あると思ってんねん。ちょっと軸ずらしからのマーマン。マジで恐ろしいわ。どうしようかな。ここもまあまあ行くか。いや、違う。ここはバルーンが行こうかな。バルーンじゃないわ。ワイバン。ちょっとうちのワイバンしょぼいけど。あ、だいぶ噛んでる。もう一丁。あ、いた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 。タイミング悪いわ、もう。あかん。ちょっともう出し方が雑い。なんかちょっと思考が回らない。まずいな。よし、あれはもうバックアタックでなんとか。ああ、これ、うわ、攻めれてない、やばいな。バックカウンターでやられそう。
あか、入ってもうた、もう。なんとも、なんとも言えへんな。マジ弱すぎ、うちのワイバン。はい、ありがとうございます。 2連勝とはいかずですね。はい、それでは続いて、僕のチケットを使ってね、行きたいと思います。カエルと草、もう最近はこのコンビです。変えてもいいんですけどね。なんかちょっと変わったコンビで、ま、あの動画撮っていくのも面白いかなと思って、まあほとんどねカエルと草のコンビになってます。もう草じゃない、カエルと花。はい、会長いきましょう。使用済みローションいいですね。あー、お相手ヴィーナスとアマゾネスとカタパルト。うわー、強そうですね。ヴィーナスもアマゾネスも持ってないんですよね、僕は。なんか最近こういうメンバーの選出が多いな。なんかレベルがね、いまいち低いキャラが出てくるな。第2取り手ぐらいは攻めてね、取りに行きたいですね。よし、始まりましたね。これは第2取り手ぐらいは取れるでしょう。馬のね、突撃に備えてフラワーを設置しておきましょう。全然役に立ってないけどね。もうこれは、うわ、ちょっと大砲打ちすぎやね。あれ、ちょっと複雑っすよね。言った方がいいかな。一発にしとこう。ん？食べたんか、なんか。よし、ここはジャンピングの。よし、ナイスジャンプ、ありがとうございます。よし、ここは一気に行くところやろう。なんか出てきたけど、え、あれ、何、二体目、まさか。もう一回飛んでくれ。無理か。次のカエルはちょっと慎重に使いたいけど、もうあのキメラが、どうしようどうしようどうしよう。ここか。おお、これは飛びたい。なんか土台。このジャンプは見せれたらすごい。カモン。よっしゃ、行ったけど、あれ？ん？どうなんだろう。敵いた？なんかすでにおらんかった気もするけど、やれることはやったね。よし、なんとか倒した。よしよし、ここはなんとか行こう。ここ飛んに行こう。よし、ブチ切れて取ってくれ。ここは行かなあかん。ここはもう行かなあかん。強えっすね。こっちも守るので必死です。抜けて
来るね。ドローですかね。はい、ドローです。強かった。はい、次の試合いきましょう。はい、今回のですね、あの動画はうっかりリアル対戦中に録画を忘れていまして、リプレイからの解説動画となります。お相手さんは、スケルトンとウサギとサキュバスということですね。最初は砦の、ね、攻防を、見てみましょう。まあ大砲でね、ちょっと、砦を、なんとかね、第三砦が取れたので、安定のフラワーを砦の後ろに置いて、守っていきますね。で、ここは、ちょっと、コスト温存してますね、僕は。デッキの、まあ、キャラのね、選出も悪かったんで、まあ、出すもんがないっていうか、どうしたもんかと思ってるこの辺りから確かバックンが出るんじゃなかったかな。ちょっと見ててみましょう。いやー、スライムいいですよね。僕持ってないですけど、やっぱり砦の防御に対して剣士に強いスライムはほんとね、コスパが良すぎてね、羨ましいなと思いますね。はい、ここでカエルが一匹目出ましたが、土台を失ってしまったのでジャンプできないというね。はい、ここのジャンプはあんまり意味がないというか効果的ではなかったですね。お、後ろからね、カエルが、会長のカエルがね、ついてきてくれてましたね。はい、ここの試合ですね、重要なのは、このドラゴンに対して、はい、かなり今気が刺さりましたね。ああ、だけど後ろのフェアリーをね、パッパと処理するべきだったけど、はい、カエルが処理しましたね。はい、ここでなんか食べてるんですよね、気がつけば。これがなんとか食べきれる。はい。やっぱりね、バックンレベル10ともなると食べるスピードが速いんでね。やっぱりバックンは上げておいた方がいいです。はい、また食べてますね。これやっぱりバックン出たらめっちゃでかいですよ。こっちはコストをね、1プラスされるし、向こうは丸々コストをね、持ってかれるわけですからね。はい、ここも来ますよ、多分。ゾンビ、食べる。スケルトンに殴られるけど、まあなんとかね。一発耐えて、ごっくん。はい、これね、僕ずっとコストね、もう、フラワー出してはバックン、フラワー出してはバックンなんで、コストね、めっちゃ余ってるんですよね。はい。そんなわけで、ここちょっとなんか叩かれてるけど、放置。放置じゃないかな。あ、ロボットでね。ロボットのバックアタックで。で、ここはもうね、最後、ここね、エンジェルのね、サポートもあるし。でも、白前がね、こんな状況なんでね。これは、なんとか落城行きたかったけど、まだなんか食べた。またなんか食べたね。はい、ギリギリ落城はできなかったですけど、今回の試合、これ、バックン祭りでしたね。4回ぐらい食べたんじゃないかな。4回食べたら、プラスコスト4になるんで、フラワーはね、結局コストゼロで、こんだけ仕事したことになりますね。はい、いい試合だったと思います。ありがとうございます。はい、続いてこれが2戦目。さっきの試合、結局連戦してることになるんで、そのまま次の試合に連続バトルということで行ったやつですね。はい、見てみましょう。こっちはウサギで第2砦を目指して、ここね、大砲無駄打ち。これやっぱりね、連携取れてないとこうなりますね。
せめてね、大砲撃ちますってやった方がいいんでしょうけどね。そこら辺がやっぱりこう、うまく連携の取れてない状態ですと、大砲の無駄になってしまうっていうところですね。なるべくアコア、無駄な大砲を撃ちたくないところではあります。で、ここね、第2砦を取ってるっていうのは大きなアドバンテージなので、このまま徐々に相手のコストを奪っていく。はい、一発目のバックンが出て相手のアシュラは、即死と。はい、コストはまたマックス。で、これね、ここで海音波がね、えらいことになってるんですよ。このロボットがもう海音波でね、ほぼほぼ何もできない状態。ね、もう海音波でずっと混乱状態で死んでしまうと。いやー、海音波脅威ですね。メデューサのね、睨み、連続睨みもきついけど、海音波地獄もちょっとなかなかえぐいですよね。はい、そしてここの攻防は、この辺りからカエルが出てくるのかな。はい。あれ、何を土台に飛んだんだろうね、今のね。猫の、プリティキャットの死体を土台に飛んだね。もうやられてるのに、ジャンプ、カエル切りが出たのは珍しいことですね。はい、バックン出ましたね。で、これもう殴られるの覚悟でして、バックン出してます。で、まあ、何?まあ、予定通りというかね、まあ、そのまま殴られて、なんか殴られた先が、砦の裏っていうね、まあ、偶然ですが、いいところに位置してますね。あとはもう、城を叩くだけの簡単なお仕事になってるんで、もうどんどん送り込むと、コストもね、もう、まるまる余ってる感じだったんでね、この試合は、楽に運べたと思いますね。はい。ちょっと相手のお城を見る限り、もしかすると、お相手さんからすると結構こっちのキャラは育っていてきつかったのかもしれませんね。はい。で、これが連続バトルの第2試合が、終わったところですね。はい、次行きましょう。始まりました3戦目は、こっちのデッキはね、今回の、バトルの中で一番良かったデッキですね。お相手さんは剣士で来るので、まあ、剣士勝負ですね。この砦は、純粋に。はい。一発目のあの大砲はね、もう撃つならもっと早い方が良かったという感じですね。はい。ここ第二砦の取り合いと、お互い譲りたくない感じですね。僕は大砲にはちょっと今回参加しませんでした。はい、向こうが取ったんですが、こっちはこっちで取っていきますね。はい、結果こんな感じで砦の攻防でした。で、後ろの剣士に対しては剣士がスカると、ああいうのをね、やっぱり注意して出していきたいところですね。きっちり当てていく。はい、ここですね。この試合はですね、途中から、かなりね、ドラゴンライダーを出されるんですよね。で、それに対して、カエル切りを狙っていくんですが、まあ、見ててください。出ましたね。目立つ。目立つ割には、なかなか大砲をこっちも撃たないっていうね。なんか食べてる、もうね、自然というか目を離したら食べてるっていうね。はい、ここの攻防はね、あのエンジェルをさっさと倒しておくべきでしたね。ね、これちょっとほんと今更感なんですね。
はい、ここでドラゴン登場。で、結構もうこの時点で押されてるんですよ。で、第2砦でもうサキュバスに砦も削られてる状態なんで、結構危ないところですね。まあ、後ろはなんとかね、あのカニを置いて守ってるんで、今度は逆に攻めに行く番ですね。ここはなんとかミノで踏ん張ってる感じですね。あれ？これ違うか？あれ？最後なんかカエル出した記憶があったけど、記憶違いかな？あ、そうそう。この3試合目は結局あの会長のグリフォンがね、なんとか城にダメージ与えて、守り切って勝ったというところですかね。なんとも地味な試合になってましたね、最後は。はい。リーグのマルチはこれで以上となります。最後ちょっと解説動画になってしまって申し訳ありません。じゃあ続きは、ソロの動画、もしかしたら、追加されるかもですね。はい。ご視聴ありがとうございます。